駅前協場市場3、フィッシュ、釜石駅前橋上市場3、フィッシュ釜石は岩手県釜石市の JR 釜石駅前にある市場。かつては協場市場と呼ばれた。日本で唯一の橋の上に構築された市場であった協場市場が前進。大渡り橋の掛け替えにより協場市場は閉鎖、撤去され2003年に サンフィッシュ釜石としてをオープンした。釜石駅ロータリーに隣接した鮮魚店の集積施設で大きなマンボウの壁画がランドマークとなっている。1階には市場から直送された新鮮な魚が並ぶ鮮魚店や軽飲食店が2階には鮮魚本格的な料理で味わえる店舗が並ぶ。連絡通路で結ばれているシープラザ釜石と同様観光客に 人気のスポットとなっている。早朝から営業しているため地元の人々が商店街感覚で訪れる姿も多い。なお、シープラザが釜石市営であるのに対し、こちらは釜石駅前商業共同組合が運営している。2011年3月の東日本大震災では1階部分に津波が押し寄せたが、4月1日から営業を再開している。釜石の海、 ホタテなど、季節の新鮮な海の幸や、山菜のほか、土産品、食事どころなどが揃い、店舗の外では、朝市が開催されている。京城市場前景京城市場は、戦後の闇市を整理するため1958年、中心街を流れる、甲子川に、長さ109メートルの大渡り橋が作られ、その上に、商店主たちが独自に店舗の建造物を建てたのが、 始まり。幅12メートル、長さ110の屋根付きのアーケードが作られ、その中に2本の細い通路が走り、両側の約50点には、野菜、鮮魚、水産加工品、食堂など三陸の海と山の幸から土産や日用雑貨店が並んだ。当時、世界でも行動の端に、私有の建物を建て営業を行う市場は、 日本以外ではイタリアにしか存在しないと言われていた。釜石の戦後復興の象徴であり、市民の台所として、また、観光名所として全盛期には1日1万人が訪れ、栄えた。1965年、営利目的の河川占有は認めないとする、河川法改正により、協場市場は違法選挙となったが、営業は継続。しかし、 大渡り橋の老朽化により橋の架け替えと市場の移転、撤去が岩手県により進められた。この問題は市民の関心も高く存続を求める署名は釜石市人口の80%を超えたが撤去の方針は変わらず1996年組合は正式に移転、撤去を決定した。しかし移転先や保障問題が難航し、 市場の営業終了は2003年となった。ありがとうございます。